今回は4月26日の調整で武力上昇値がプラス30からプラス35になったノーマル上杉のりまさを紹介するよ。計略は式銃の単体投げ、計略手自身が撤退し武力を大幅に上げる 8.8 カウント、上昇値が5も上がってより個性が強くなったね。投げ計略ではデメリット持ちの鎮球で3速3で武力プラス7、鎮球5回分、つまり式銃5分の武力上昇値を式銃で奪われると考えれば高コスパな投げ計略になったと言っても良いかもね。ただし上げるのが武力の宮から戦闘を避けられると式に見合う成果が上げにくくて活躍できる状況を作るのが難しい判断力を必要とする計略、スペックも3分の1効用と厳しく、このカードが活躍できる構築と場面を見つけるまでに何度も正論にまで落ちてしまったよ。ノーマル縛りの機能で高張力のある部隊を採用しにくくて、この程の計略を使うのは個人的にかなり苦手意識。この俺が強い命だ。陣中で死ぬこそ武士の本望、仕留めてみせる。いつ戦うのか。今でしょう。昔の俺ではない。行け。覚悟はできたか。そこだ。行け。一の方、そこだ。行け。そこだ。そこだ。任せな。水のごとく心を澄まし見極めるのです。そこだ。この俺が任せな。天気解放。陣中で死ぬこそ武士の本望。まだやっておるのか。発動。三の方、昔の俺ではない。負けるかよ。任せな。行け。水のごとく心を澄まし見極めるのです。行け。流派発動。このカウントならノリマサを使った後で流派に出よかった場面。
こういうフレイムのミスは反面教師にしてもらえれば。この戦場で最も自由なものこそが大将なのじゃ。水のごとく心を澄まし見極めるのです。行けるな。甘すぎる、甘すぎるぜ。戦機解放。この俺が。そこだ。陣中で死ぬこそ武士の本能。くな。そこだ。ふん。そこだ。任せな。ふん。強い命だ。任せな。ふん。今に全ての勝利が俺たちに微笑む。今が好機。まだやっておるのか。そこだ。昔の俺ではない。撤退しなさい。任せな。流派発動。見ろ肩。アイテム最後までちゃんとやるならこっちもしっかりやっとくよ。ご視聴ありがとうございました。いつだち捨てる準備はできちゃうから。